今日は小殿区に用いるお香についてお話をいたします。いろんな言い伝えがございますが、私がこの小殿区で用いるお香は2種類用いております。卓は人工、かけるは白檀というふうに阿闍梨様から習いました。この人工というお香は主に東南アジアが原産でございまして、その東南アジアの香りの出る香木、これが日本に輸入をされて用いられております。この人工の中で最高のお香と言われておるのがキャラというお香ですが、このキャラには5種類の香りがございます。甘み、酸味、苦み、辛み、そして塩味、この5種類がすべて備わったというのがこのキャラのお香ということになります。このキャラをめぐっては東大寺の正倉院に聖武天皇が集めた宝物の中に蘭奢待というお香がございます。この蘭奢待というのは香木の中でも大変大木で、その蘭奢待をめぐって多くのものがそれを奪い合ったというふうにも言われておりますし、戦国時代の武将織田信長はこの蘭奢待に切り取った印までつけたというふうに言われております。このキャラのお香を聖殿さんに用いるというのは、まずは最高のおもてなしをするという、そういった意味が込められております。そしてかける白檀の香、これは聖殿区主に浴浴で用いるごま油の中に白檀の細かく刻んだ香を入れることによって、大変かぐわしいごま油の香りと白檀のすっきりとした香、その香りが相まったごま油をかけることによって、体を油で包み込むかのような、そういった気品あふれる浴浴というものをするわけですね。このキャラの香と白檀の香、最高なおもてなしをすることによって、一心に聖殿さんに対して祈りを続けるわけですね。聖殿さんには最高のおもてなしをしようということがとても大切になってくるわけでございます。今日は聖殿区に用いるお香についてお話をいたしました。ご質問はお気軽に概要欄よりお問い合わせください。